なんかみんなもあるでしょ、でもそういうの持ってんでしょ、なんかこういっぱいなんかプラダなのなんか持ってないよ。嘘だろ。ザラザラ本当だ。うん、いや絶対持ってる。今日うちのみんな GU でね、まとめてきてる。GU 見たことねえわ GU。 可愛いな。なんか華やかな感じしますね。パンティーとか無印だ。なんで書いてあった今。みんな今そう、みんないっぱいコメント拾ってくれていいですね。うん、ニコ生とかってさ見たり、まあね、リカちゃんは出てるって言ってたけど、出たことあるしやったことあるって言ったけど、みんなはどうなの、出たことあるの。はい、ありますね。うん、どんな感じのやつに。こんな感じ、うん、なんかいろいろ出たな。うん、じゃあ結構じゃあもう緊張もせずに。はいはい、うん、いいですね、楽しい。そうなんだ。俺がじゃあ一番上がっちゃう。俺はすごい緊張しちゃうから。うん、でもちょっとほぐれてきたけど。なんでなに、やばい。やっぱりフェラしてる顔しか。もうずっと言われますよ今日フェラしてるし。だからさ、フェラしてるでいいんじゃないですか。終わりぐらいにはもうみんな全然見る目変わってるから。男らしいから。なんか純ちゃんって男らしいなって。でインナーと靴のあれで。本当やめて。やめて。インナーいいじゃん。全員 V ネックでね。うん、全然いいじゃんね。にじみ出てるゲイって書いて。全然。これみんな真似した方がいいよ、本当。ちょっとこっからさ、なんかテカってるのが、ね、ちょっとサイズがね。いいですよね。これ、イベルのスタッフが悪いでしょ。うんこちゃん、白いね。そう、色白いの、俺。すげー。私より白い、多分。でも別になんか俺、男ってでも黒い方がいいでしょ。だからより見えるんだね。そうなんですよね。なんかこんなまとまりのない感じで今日はお届けしていこうかな。フリーダムな感じでね、お届けしていこうかな。そう、俺昔でも黒かったんだよ。髪長くて。ギャル？そう、二十歳ぐらいの。俺今31なんだけど。31なの？あれ？前も言ったけど。調べてね、そう31俺。センターがそうなんですよ。ギャルだったんだ。ギャルだって。昔ね。めちゃめちゃ日焼けサロン週2とかで行ってたよ。109で気になったのか。そうなんだよ、もうその話はもういっぱいしてるんだけど。なんで？なんでですか？109行く？行く。そう、こんなね可愛い子たちが109にいっぱい来るんですよ。で、やっぱ可愛い子たちがいるところでちょっとなんかナンパしたいなと思っちゃって、そんでなんかちょっとお声かけてたら、ちょっとまあここはねそういうとこじゃないから気をつけましょうねって、まあ若い頃18、19だもんね。もうその時は本当に109の方はすいませんでしたもんね。今反省してもう立派に、ね、なってますんで。それで出来になっちゃうんですね。そうそう、へえ、ナンパとかするんだ。でも確かに109でナンパされたことないかも。ない、されたことないでしょ。誰もしてないの。だって警備員いっぱいいるもんね。そう、うん、だからチャンスだと思ったんだよね。出るとやばいけど。あの入り口のことでしょ。そう、待ってる。私自分の事務所からスカウトされました。それは知らずに、もう入ってるのに。そう、私も入ってるのに、うん、こういうなんかエブやんないみたいな、こういう事務所なんだけど。なんつったの？入ってるし。私知らないよぐらいの。って言ったらまたまたって言われた。渋谷は怖い街です。バケザギしてるからって。ちょっとそれ私は悪くないから、メーカーがね、顔をね。メーカー。そうなんだ。そしてね、今回は、うん、みんななんとミリオンガールズの衣装に着替えてもらえるんですよね。はい。すごいミリオンガールズ、あとでね、ちゃんとミリオンガールズ Z の、ね、うん、説明というかね、ご紹介もさせていただきますけど、うん、ちょっとその衣装に着替えていただけるということで、はい、一旦じゃあゲストの方は準備していただいて、着替えの準備していただいて、はい、次の企画へ参りたいと思います。はい、じゃあ皆さん一旦じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。楽しみだな、どんな衣装できるか楽しみだな。ねえ、いくつかあるから衣装、ね、何種類かあるんだよね。あります、あります。どれだろう。ココミはそうだよね、一緒に番組は出たことないんだっけ。一緒に、レギュラー番組はやってました。あ、前やってたんだっけ。そうです、そうです。今はもう終わっちゃったんですけど。じゃあもう気の知れた仲間なんだ。そうですね、会ってる回数は多いので。うん、うん、よかったよかった。そういう感じなんですね。うん、今回はですね、しかもそんな豪華ゲストに加えて、うん、宇宙企画さんから一押しの新人女優さんも来ていただいてます。うん、そうなんですね。めちゃくちゃ可愛いですよ。あ、本当。あ、そう、俺も初めて会ったんですよ。あ、そうですよね、会いましたよ、ね、俺はその1回インタビューもさせてもらって、もちろん先ほど。私より会ってるの。俺も2回会ってるから、ね、うわ、せこなんで。私まだ1回しか会ってないです。じゃあもう何でも聞いて。何でも聞いてってちょっとまだわからないんだけどね。まだ知らないんですけど。そう、開演前にもちょっと皆さんに動画見ていただいているんですが、うん、ちょっとまだ見てない方もいらっしゃると思うので、まずはこちらの VTR をご覧ください。じゃあ VTR お願いします。
名前ベルトをご覧の皆様こんばんは。6月24日宇宙企画よりデビューする最上かすみです。1996年11月2日生まれの19歳です。出身地は千葉県で血液型は O 型です。身長は158センチで3サイズは ワースト83の D カップでウエスト55センチのヒップ87です。趣味は料理で特技はスノーボードです。経験人数は3人で初体験は17歳の時に彼氏とでした。これから一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。ちょっとちょっとかすみちゃん緊張してるね随分。はい素直だね。しかも今めっちゃなんか読まされてなかった。今大丈夫だった？今大丈夫です。大丈夫なんだ。 OK なんですね。いやそんなかすみちゃんこの後ね番組出てくれますけど、はい、意気込みというかどうですかね。ニコ生とかって見るの？見ないです。見ないんだ全く。インターネットとかしないの？しないですね。あ、そうなんだ。スマホとかでいじったりしないんだ。ネットショッピングくらい。あ、じゃあそれ一切もう準備せずにね、来ていただきたいなと思いますけど、はい、ちょっと俺も結構わーわーわー言っちゃうけど、はい、びっくりしないでね、ほんと。はい、頑張ります。あ、そうなんだ。あとね、かすみちゃんの DVD もらいました。これ俺後でしっかり見させてもらおうかな。はい、宇宙企画35周年記念逸材発掘プロジェクト第2弾、めっちゃ選ばれてるじゃん。なんかもうすごい。ありがたいです。ありがたい。なんか、はい、あ、そうなんだ。淡々としてね、もっとやったんですよ私みたいな。俺この前10人の中から1人選ばれただけでめっちゃテンション上がったのに、なんかすごいことじゃないのこれって。選ばれたんでしょ、もっとやったみたいな。こんなねこんなね、可愛いかすみちゃんがこの後遊びに来てくれますけど、まあ頑張ろうよ、ね、頑張ります。初めてだから俺がちょっと頑張る。これもお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こんな感じでよろしくね。この後かすみちゃんも来ます。よろしく。俺知らない多分。よろしくといった感じでねえ、かわいいよね、すごいね、うんうんうん、透明感がすげえ、わけえから透明感がすごいよね、わけえからね。わけえよな、わけえから透明感すげえよな、ほんとにね。じゃあ、もう早速お呼びしてちょっとお話聞いちゃいましょうか、うん、それでは、じゃあね、もう一人ゲストお呼びいたしましょう。最上かすみちゃんです、どうぞ。わー、どうも、初めまして。待って、足細いんだけど。すごいスラッと、スレンダーな感じで。ちょっとじゃあ、あちらのカメラに向かって自己紹介お願いします。はい、6月に宇宙企画からデビューする最上かすみです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、どうぞご着席ください。はい、今、宇宙人って言ってたよね、今ね。言ってないですよ。言ってないんだ。はい、あ、なんかさ、その、かすみちゃんさ、うん、いつも なんて呼ばれてるっていうか、まだあんまりファンの方からこうやって呼ばれてるっていうのはあんまないのかな、うん、ないですね。決まってないです。決まってないんだ、はい、なんか自分としてはどんな感じで呼ばれたいとかあるの？え、かすみんですかね。あ、いいじゃん。かすみんいいね。普通ですかね。いや、普通じゃないよ。ここみんなしね。そう、ちょっと似ちゃうなと思って。いいの、大丈夫ですか？あ、よければ優しい、ね、もう26でここみんって呼ばれてるんで。あ、そっか、ここみんまだ26なんだね。え、もうですよ。いやいや、まだまだまだこれからよ。優しい。あ、かすみいいじゃん。うん、かすみん呼びやすいよ、すごい。じゃあそれでお願いします。今日ここ発信でみんなにかすみんって、あれ、ツイッターって今上に表示してもらってたんでしたっけ？あ、出てたんだ。じゃあね、フォローしてもらって、うん、ね、かすみんって呼んでもらってくださいね。で、俺さ、デビューのきっかけになった、はい、あの企画あるじゃん。企画？何それ？あの35周年あー、はい、オーディション、はい、あれすごい、すごいことじゃん。何人もの中からね、はい、選ばれて、はい、なんかあんまりあれだよね、やったみたいな。いや、なんかテンションが低いんですよ、うん、私高いんですけど、うん、低く見えちゃうんですよ、うんうん、今はどうなの？高い、緊張してます、すごい。あ、そうだよね、バクバクです。ニコ生とかってあんまり、じゃ初めて？初めてですね。なんかさ、あの時さ、初めて会った時さ、うんうんうん、まだニコ生見たことないって言ってたじゃん。はい、あれから見たの、ニコ生？いや、見方が分かんなくて。そりゃそうだよ、だってログインしなきゃいけないもん。あ、そっか、アカウント一緒だもんね。そう、
見るより先に出ちゃったんだ。出ちゃいました。どう、コメントどう、どこでこれ見る、そう、あれ正面のやつがみんなが今書いてくれてるコメント、うん、どう、喜怒哀楽がないって書いてあるいいコメント言ったね今、いいコメントね、あ、そう、みんながあ、いや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 、いやいや見てるって、いやいや、もうリアルタイムでね、気持ち悪いよなって書いてあるカスミ応援してくれてますよ。あ、またないって来てる。え、喜怒哀楽がないって。え、でもさ、その私生活で友達と遊んでる時とかさ、うわーってなったりするでしょ。マジ半端ねえみたいにならないの？なるけど、なゴゴミになるでしょ。え、ゴゴミそんな感じじゃん、マジやべえみたいな、パネーってなるでしょ。なんないの、ゴゴミみたいにわーってなるんですけど、これなんですよ。あ、じゃああんまり上げ下げないんだね、はいはい、うーん、気持ちはうわーってなってるけど、悩みです。結構なんか喋り方が一定って言われて、うん、悩みです。あ、で興奮してる時もなんか、うん、そうですね、すごい冷静なんだ。なんか私的にそういう風に喋ってるつもりじゃないんですけど、うん、うん、分かんない。でも怒る時もこれですからね。あー、そっか、言ったら、そうなの、怒る時もそうなの、うん、かな。あの女何、舐められるんですよこのテンションでそうなの、すごい舐められるんですよね。あー、そうかもしんないね、うん、なんか怒んないって思われちゃう。例えば彼氏がさ浮気しました、うん、どんな感じで怒るの？ココミどんな感じで怒るの？まず、え、何これ怖っごめんなさいってなるよね、うん、カスミどんな感じなの？多分怒鳴ります。こらこらってなるの？うん、多分物とか投げつけると。うわ、でもなんか新しくて、うわっうわってなりそうですね、こっちはそんな一面もあるんだってね。そう、なるなる、うん、切れますよ、全然。でだんだんもしかしたらあれだよね、ちょっと今話してる間にテンションがわって出てくるところあるかもしれないよね、うん、出してください出してください。あ、そうだ、そう、じゃ楽しい、じゃ興味あること聞きたいんだけどさ、何に興味あるの、うん、一番興味あること、今一番、一番これしてるときテンション上がるなみたいなあるでしょ。あ、食べてるとき何が好きなの？今かき氷食べたいです。え、なんかさ、女優さんの中でかき氷ブーム起きてないみんな女優さんかき氷食べてない最近？そうなんです。なんでなんですかね、時期的なものなの？じゃあ時期じゃ、かき氷ブームってでもありましたよね。あったあった、なんか美味しいかき氷の店、なんか台湾かき氷とか、あったあったあった、じゃないんだからそうか、そうかもね、うん、そう、なんかみんな来る女優さんかき氷好きなんだよね。かき氷食べたい。でもね、おい、おいしいもんね。おいしい、暑い時期だし。うん、何味が好き？いちごとかでしょ？違う、なんかクリームとか乗ってるような。へぇ、香りだね。はい、そういう感じのやつが好きなんだ、うん、似合うもん、かき氷、顔がもう、いやいやいや、なんかね、ちょっとテラスとかで食べてそんなイメージあるよね、うん、こんな感じでね。でもなんか俺ね、その作品見させてもらってたけど、やっぱ結構乱れてた感じで。あ、そう、それ気になってたんですよ。そう、ギャップがあってよかったよ、すごい。やだ、やだ、なんでいいじゃん、いいギャップだよ、そういうギャップはやっぱさ、聞かれてる、大事だよ、やっぱ。俺だってもう視聴者、ユーザーだから、大事にして、俺のこと、ユーザーだから。立った、あ、立ったって、本当ですかすごいね。そう、すごい。私もは、なんかデビュー作出た時、これでみんな立つんかと思ってたんですよ。今ココミに喋り始めたらペランと剥がれたんだけど。ちょっと待っていや、これ大事大事大事これなんでこんな斜めなの？斜めだよね、すげえ斜めじゃん。なんかもしかしたら狙いがあるのかもしれないけどそう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 、うんうん、デビュー作何？あ、そうそう、デビュー作が発売された時に、うん、これを買う人と立つ人はいるんだろうかって悩みがすごいあったわけ。私もすごい不安で、あ、そうね、はい、立ったってもうバッチリだったよ。嘘っぽい、なんか、まあね、うん、いやでもほんとほんと、なんかね、ギャップってさ、男の子すごい好きじゃん。普段なんかちょっと、まあマイペースでおっとりしてるのに、うん、こんな感じであえぐんだみたいな、あ、こういう感じねみたいな、だからそのギャップがすごい見どころだよ。3Pしてたよね。賛否してないですよ。あれ、白だけ、ごめんなさい。うわ、最近ちょっといろんな方々のね、見させてもらってますから、すいません。でも私、かすみんと話してて、なんか初めてです、この子の V はどんな感じなんだろうって興味を持ったの。あ、なん、例えばこういう、本当ですか、うん、なんか女の子っていか、いろいろ女優さんとかと会ってるけど、うん、この子の作品ちょっと見てみたいと思ったの初めてなんですよ。
あなんか喜怒哀楽があんまりないって言ってたから、うん、そう つまりそれです。どんな感じでエッチしてる時はどうなんだろうね。そう、それがねすごい気になる。私はありがとうございます。ねえ、ちょっとメーカーに言わないと。ねえ、本当に気になりますよ。さすが広報部長。うちの一押しなんです。うちの一押し、はい、まあでもね、こんなね、素敵な女の子が、まあね、あんなみだらに乱れちゃうんだなっていう。はなんかさ、まあ、イベルトといったらさ、そのイベントの情報サイトなんだけどさ、うん、例えばさ、はい、こんな感じのイベントやってみたいなみたいなのはあるの？いや、なんか、まあ、本当に漠然とした感じでも、うん、どういうのがあるかわかんない。何でもできるよ。何でも今のうちと言っといた方がいい。ここでやりたいって。何だってできるから。なんだろう。わかん、なんですか。でもまだサイン会やってないんだっけ。やってないです。ああ、じゃあまずそこからだね。サインしてファンの方と触れ合って、うん、もしかしたらだって見てる人来てくれるかもしれないから、うん、楽しいよ、サイン会、うん、ね、そこで初めてファンの方と触れ合って、うん、だんだんこういうことやっていきたいってなってくるんだよね。あ、いいじゃん、かき氷を食べるイベントだって。あ、いい、いいじゃん、おっかい、おっかい、やりたい、ね、クリームかき氷。それさ、だってさ、それを見てるの、ファンの人たちは。みんなで食べるんですよ。あ、なるほど、囲んでね。で、そうそう、あ、いいじゃん、それそれ楽しいじゃん。感想言うみたいな。そう、一人で感想言うみたいな。感想言う、食レポして。そう、しかも夏っぽくちょっと水着でやったりさ、浮き輪つけて、で下がないで浮き輪だけでやるみたいな。あ、浮き輪、冷える浮き輪で冷える。隠してね、やっぱり。そうです。何、いいイベントじゃない。いいイベント、俺それ、うん、やりたい。もうかき氷どころじゃなくなります、ファンの人は。あった、何、食べれま10みたいなやりたい。帰れま10みたいなやりたい。食べれま10なんだろう、何、帰れま10っていうのか、当てるやつ。そうです、前やってたやつ。好きです。あ、これ、ね、なんかさ、みんなさ、まあ、ココミもそうだけどさ、食べるの大好きっていう方多いじゃん、やっぱ女の子とか、うんうんうん、でもすごい細いよね。なんか、いや、これはね、細いよ。え、でもココミも全然あれだ。やめてくれ。うちのココミも綺麗ですよ。どんな感じでスタイルを維持してるの、すごいじゃん。なんか一回ちょっと立ってもらっていい、もう一回ちょっと立ってもらっていいですか。もう手と足がすべて、いや、もう現代っ子で、現代っ子見てよ。足長くない？スリーサイズ教えてもらっていいですか。 B は忘れちゃった。あ、まあそうだよね。あの、動画参照ということで、うん、自分のバストのこと B って言ってたから。B は、 B はなかなかいないですよ、そんな人。B はってね、お手元スタイルいい。あ、ほっせー、ありがとうございました。座っていただいて、すいません。どこに入るんだろうな。何がどこに入るんだろうなって。何が、あ、ねえ、やっぱ運動とかしてるの。ジムとか行く？してないです。してないの？はい、なんか私生活見えなくない？いや、わっけーからよ、わっけーから。もうずっと座ってます。家で、はい、いや、もうじゃあ憧れ。ちょっと待って、座って何？植物みたいに過ごしてんの？犬とはそう、ずっとじゃれてて、うん、とか、携帯いじったりとか、うん、テレビつけてて見てないけど、携帯いじってるみたいな。はぁ、じゃあ特別なんかスタイル維持はしてないってこと？はい。あ、でも、うん、ご飯は食べ過ぎた次の日は食べないようにとか。ちゃんとしてんだよ。してます、してます。メモ、メモ。なるほどね、うん。なんかやってみたい、こういう作品出てみたいなみたいなのってあるの？まあ、まだ1本しか、うん、あれ、何本か撮ってるんだっけ、まだでも3本撮りました。おー、で、なんかこれからこういう作品出たいなみたいなのってあるの？何でもできるよ、何でも。本当に本能の、本能を聞きたいね、本能、うん、コスプレが好きなんですよ。へぇ、あ、そうなんだ。はい、いろいろ。こんな体だったら何着てもね。どういうコスプレ好きなの？アイドルっぽいのとか、可愛、うん、い系がいいです。へぇ、あとディズニーのとか。ディズニーはちょっとダメだけど。今俺それ言っていいのかなって。あ、ダメなの。そうだよね、宇宙企画でしょ。全部叶いました。そうなんだ。全部が、で、33コスっていうのをやったんですよ、宇宙企画で。一作品で、うん、来すぎるのも疲れるぜ。でもね、大変だよね、着替えんのね。大変だけど、でも楽しかったです。いろんな服着れて、多分絶対大丈夫、ここなら。うん、かわいい系のやつとか似合いそう、すごい。絶対似合う。メイドとかさ、アイドルのやつとかね、着たいですね。いいね、アイドルとかさ、うん、アイドル、うん、絶対似合うじゃん、こんなな。いや、絶対似合う、うん、なんか地元のダチみたいなのがそうだよなーみたいな。今、できちゃいました。俺も出そうだったよ、今。千葉のさ、なんかあれがそうだよなみたいな。危ない危ない。でも本当にいい女見てるとこうなっちゃうよね。みんなそうじゃなくて、視聴者の皆さんもさ、なって言ってくれてるもんな。なお前らそうだよな。
俺の口癖をね、その今書いてくれてますけど、すごいでしょ、こんなにいっぱいコメント書いてくれるんだよ、これリアルタイムでね、書いてくれてんだよ、たくさんの人が見てるもんね。てかさ、前会った時より髪切ったよね。あれはエクステ？はい、エクステです。そうなんだ。今の方が可愛い、すごい。あ、本当ですか？ショートヘア好きだし。あ、よかった、ダメみたいで、うん、ダメ？エクステが、はい、あ、そうなんだ、うん、長い、あ、その体質的に？あ、じゃないです、あの撮影がね、はい、撮影が。でもエクステつけてね、撮影すると大変なんですよ。何、シール的な？シールも大変だし、うん、なんか見栄えが良くないみたいですよね。あ、網目とかね、髪質とかが違うから、うん、いや確かにあるかも。意外とちゃんとしてるんですよ、エビリオさん。意外とっていうかちゃんとしてるなと思ってたけど、あ、まあでもそうだよ、自分がエッチしてる時とかにもやっぱ、うん、多少やっぱ気になるもんね、うん、あ、そうですね、後ろとか。そう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 、うん、私抜けてたことありますもん、3本くらい。あのカバが。そうそうそう、ごめんなさい、注意しなきゃいけないんだよ、プロフェッショナルだ。でも全然短くて可愛いからいいと思う。ありがとうございます。なんかさっきナンパの話になったんだけどさ、ナンパとかされるでしょ、うん、ナンパされないですね。あ、高根の花タイプですね。違う、キャッチが多いです。あ、あ、お姉さんちょっとここで働いてみないみたいな、はいはい、これ捕まえられたらだってもう一生食っていけるよな。そう、スカウトなんで。え、でも誰にでも話しかけてるのを見たんですよ、うんうん、あ、だから、あ、そんなもんかと思って。私だけじゃなくて、うん、まあでもそうなのかな。でも誰にでもって言っても人は選ぶと思うよ。目の前でちょっと、うん、やばい子、はい、ちょっとまあ容姿があんまり。でもやばい子はやばい子専門のがあるから。こうやっぱ、ね、なんでそんな詳しいんだよ。どんどんアウトローアウトローで言ってるけど、あ、そうなんだ、やばい子専用の店があるんですね、うん、あ、知らなかったな、加藤純勉強になったな今日。よかったです。よかったですね。なんかだからあれなんだよ、このいっぱいね、うん、この前会った時より、うん、なんか成長してるからあんまり変なさ親目線になっちゃってさ、俺もねまだまだ新米でさ、うん、まあ、こういう番組やらせてもらって11回やらせてもらってるけどさ、うん、まだまだ駆け出しだからさ、うん、感情移入しちゃって頑張れ頑張れって、うん、ね、はい、すごい緊張してたじゃん。してました。そうだね。しかもなんかもうさっきのすごいやばいなと思って。自分でも思った、なんか喧嘩売ってるみたいに見えて、自分で見ても、うん、あれ何ヶ月前。いや、あれ1ヶ月前ぐらいなんだよ。でも1ヶ月でこう変わるんですね。違います。違う違う、喋れてるもん、すごい。そう、 でもね、うん、あの普段、うん、あのさ打ち合わせしてた時はさ、うん、すごい面白いの。やめてくださいよ。いや、ちょ、あのね、なんか素の部分がすごい面白い。だからこれ聞いていいのか分かんないけど、俺ね、嫌いなタレントさんって誰なんですかって聞いたら、これ言っていいか分かんないけど、まあすごいなんかそのいろいろ普通に答えてくれる、普通に答えてくれたり、そうね、だからそういう部分がね、ちょっとでもいけたらいいなと思ったんだけどね。そう、面白い子なんだよ、天然でさ。天然ね、可愛くて天然なんてもう最高じゃないですか。天然じゃないと思います。って言うんだよね。そう、って言うんだよね。て言うって聞いてるのもあるんですけど、天然じゃないんですよって言うんだよね。俺なんか足りなかったっけな、プロフィール。あ、俺プロフィール準備してないんだ。私ね、一つ言っていいですか、うん、笑った時の口が好きなんですよ。え、私嫌なんですよ。いや、可愛いよ。いやいやいや、あんた可愛いよ。いやいやいや、どういうところが好きなの。にーって可愛い。ちょっと笑ってみて。やだ。でもそんな感じ。でもなんかもうアイドル顔じゃないですか。あ、でやっぱりなんか作られた話題じゃなくて、引いて笑った時がやっぱ可愛い、うん、まあそうだね、うん、え、コウミは作られた笑顔すんの、いつも。あ、そうですね、ビジネスの前で。目が笑ってないよっていういっぱいするので。あ、そうなんだ。いいですね。私もね、最初は笑えてたんだけどね。あ、心もそっから。そうですね、心が汚れてきちゃってた。廃れちゃって、やめてください。いやいや、もしかしたらね、本番中に、はい、ココミンも笑顔を取り戻すかもしれないから。今日はよく笑えてます。今日はよく笑えてますか。楽しいです。よかったよかった、うん、いやでもね、そんな、うん、視聴者からカズミに何か質問とかあれば。あ、聞きたいね。あ、視聴者の皆さんから何かカズミンに質問があれば、うんうんうん、カズミン気になったコメント拾っていい？俺もここで見とくから。よく見えないんですよね、目悪いの。あ、宇宙人なのってきた。どうですか。宇宙人じゃないです。まあ、でも宇宙企画の専属はみんな宇宙人なんで。あ、そうなんだ。私も元宇宙人なんで。あ、そうなんですね、はい、ここに大きく載ってますよね。これココミ超可愛いじゃん。え、ほんと。これ俺正直めっちゃ可愛いと思う。これね、メーカーめっちゃ使うんすよ。これめっちゃ可愛いじゃん。ほんと、うん、え、ほんと、うん、これいいよね。でも実物の方が可愛いです。あ、
あんたはね、もうやってけるやってけるちょっとうまいね、うまいねっていうかね全力でフォローする経験人数3人はどうなんですかって。え、3人なんだ、ね、どんな経験をされてたんですかって、うん、普通ですごい、なんか変わったこともなくて、うん、まあ、至って普通の経験をされ て、この世界に飛び込んだ、はい、じゃあ、ほとんどその初をうちらは見れるってことですね。あ、まあそうだね。うわ、そうです、そうです、贅沢。それはやっぱ男はね、たまんないよ ね、 そうだね。あとね、加藤純一はどう思いますかって。え、なんかホモもう逃げられないですよ。なんでなんかホモってもう逃げられないですね。なんかホモって何、なんか思うの。カスミンの正直なもう感想聞かせて。2回目でしょ会うの。正解正解正解。前会ったじゃん1回、うん、2回目会いました、うん、加藤純一はどうですか。テンションがついていけないです、うん、あ、でもそうだよね、うん、だから意外とね、やりやすいっていうか、なんかさ、嘘だ。じゃあ2人でさ、いやーとかなってたらさ、なんかわちゃわちゃしてんじゃん隣になんか静かな子がポツっていてくれると、やっぱ俺が好きなペースで。ココミンのことディスってるわけじゃないよ別に決してあなたのことディスってるわけじゃないけど、なんかやっぱ自由にできるっていうかね、喋りやすいなと思ったんだよね。うーん、そうそう、だからあんな感じで紹介をさせてもらったの。でもついていけないって言われてましたついてこい、ついてこい俺に。無理そうだ。え、どういう男性が好きなのじゃあ。結構おっとりした人が好きなの。あ、でも喋る人が好きです。あ、ほら、うん、でも私も本当はよく喋るんですよ。あ、そうなんだ、はい、そうなの。どんなこと喋るの。え、なんかテンション高いところ見てみたくない。人見知りが激しいんです。あ、すごい、全然喋れなくて。あ、じゃあもしかしたら2回目とか出てくれた時はもうバンバン。あ、もうちょっと喋れると思います。3回目でここかもしれないですよ。あ、そうだよね、もしかしたらね、ここ座って純一さんとかやってるかもしれないもんね、うん、わ、楽しみだな。え、どんな男性が喋る男性と、うん、なんか見た目で言ったら面白くて、うん、見た目は、なんか今まで付き合った人タイプがバラバラなんですよね。俺はどうですか。いいと思います。あ、やった。こんなに感情のないいいと思います。聞いたことありますか。いや、俺はでもポジティブに受け取ったよ。人見知りしてんだなって。あ、だよね、はい、ほら素直でいい子だよ本当にといったところで、うん、かすみちゃん、あ、かすみんとは、まあ、待ってね、もっといっぱい話したいんですけど、うん、ここでちょっとですね、うん、休憩を10分少々いただきまして、うん、またちょっとね、お着替えして くださったゲストの方をお呼びして再開という形にさせていただきたいと思います、うん、休憩中はライブ映像、ミリオンガールズ Z のライブ映像を流す。すごい。休憩中はミリオンガールズ Z のライブ映像を流すと、とのことなんで、皆さんそちらの方もお楽しみください。それでは皆さん、ちょっと休憩を取らせていただきます。後半もまだまだ頑張りますよ。
これアニメやるんだって。この子は理科の家の隣に住むたかしくん。両親が地方の結婚式に出席することになったので、一日理科が面倒を見ることになったの。理科お姉ちゃん相変わらず大きいね。でもたかしくん、女の子の体は勝手に触っちゃダメなんだよ。そうなの？そうだよ。ダメだよたかしくん。嘘、こんなに小さいのになんて大きな。ダメダメ、見ちゃダメよリカ。私パンケーキが食べたいんだけどさ、プリクラ撮ろうよ。プリクラ。女の店員さんって普通いないですからね。まずはいらっしゃいませ。今日私店長なんで、はい、衣装を着てチェック取ったりとか。ありがとうございます。じゃあどうしよう、どれから行く。